来ました横須賀サハラ。今回はサハラです。サハラ店をちょっとね紹介していきたいなっていうところで、ビールスタジアムがあって、ね、横横の道路の下が駐車場です。11台合計で、はい、11台中華料理北京の上です。ちょっと今中を、はい、こちらが入り口で指でね下げちゃいます。はい、行きましょう。入りますね。店舗です。はい。コンセプトやっぱ初心者の、ね、方のあれなんですけども、こちら意外と初心者ではない方もね満足できる、まあ、ダンベルだったりラックと言われるものがあります。で、あとこっちタワールームだとか、こちらねレディースの女性専用のシャワーがありまして。まあ、一応ドライヤーが両方ついてますね。はい、こっちは男女使います。やっぱここですよね。このジムは結構この人工芝敷いてストレッチゾーン、ストレッチやったり、まあ、ここでエクササイズしたりしてますね、はい、でこっちはまあ有酸素走ったりするチラッとね、チラッとチラッと、はい、ああ、ちょっとここが、まあ、3階もあるんですけど、2階のメインの、まあ、いわゆるパーソナルルームになります。はい、ここでパーソナルトレーニングですね。ここでもう何千人とやってますから、横須賀1予約が取れない、はい、パーソナルトレーニングです、はいはい、もう僕この部屋はもうあの家の寝室よりいますから、時間で言ったら。でここでパーソナルトレーニングの、まあ、このジムの値段とか、うちはですね24時間ジム、まずこれ特徴です、はい、これにパーソナル、これついてます。でこれは継続っていうのを前提に考えてる値段設定になります。月額税込みでいきますよ、6600円で施設使い放題、使い放題ね、うん、あの朝来られる方もいますし、夜中でもね使う方がいます。日曜日でも休日でも、そう12月31日でも1月1日でも。でもやっぱりここをやられる方って初心者の方が多いので、いつ来てもいいよって言われてもなかなかちょっとね来れないんです。最初ちょっとハードルが高かったりとかして、なんでまずこっちから始めてもらうっていうので、パーソナルが1回、これあの回数によってちょっと変わるんですけど、一番安いのところだと3300円から、本当に都内だと1万円とか、都内は余裕で1万円ね超えるんじゃない。そう、ここで初めてですよね。初めてです。うちがおすすめて してるのは週に1回パーソナルを一緒にやると、まあ、これはあのできれば曜日とか決めてやった方がいいんですけど、シフト制の人とかがそれに応じて曜日を変えます。時間は1時間、時間が1回60分1時間ですね。でここでやっぱりプロのトレーナーが基礎運動のやり方もそうだし、食事の仕方とか、まあ、その他もろもろ全部不安要素は全部解決するようなセッションをやります。これに慣れてきたらこれですね、自分の好きな時間に週1から週2ぐらい、ここでやった復習とか有酸素、一人でできる運動もたくさんあるんで、それを組み合わせでやっていただくっていうのは、これ結構なかなかないんじゃないですか。ありそうで、うん、24時間ジムが使えてパーソナルが継続しやすい、うん、そうね、これあの結構 MF の大きい形だと思うんですよね。運動を習慣にしたいっていう方はまず、僕さっきあのちょっとインスタも書いてたんですけど、最初人生でデビューするジムとして MF クラブを使っていただければ。デビュージムとしてね、デビュージムで、でまたもうあのもっとねがっつりっていう方は違うジムでもね全然もっといいとこもあるかもしれないんですけど、やっぱり初心者の方まずうちに来てくださいと。ということで、じゃあこのこれにねあの YouTube で流しますから、流しますから、この YouTube 説明見てちょっとやりたいなと思った人は、はい、YouTube 見たって言ってきたらちょっとサービスがあるんで、まあここは最初かかりますよね、うん、あと先ほど言ったパーソナル安いのは3300円からなんですけど、うん、全部いっちゃいます。無料です。これ見てきた人はね無料です。これ行っちゃってね、最初の1回パーソナルこれ行っ
ちゃってるね。全部パーソナルのだから体験ができるとか無料体験ができるってことだ、はい、最初につけます。この YouTube 見た人はね、これもつけます。これ見てる人はもう、はい、お得です。めちゃくちゃ、もうちゃんとキーワード言ってくださいね。 YouTube 見た、これを言ってください。で、あのグッドの登録をできればお願いします。ダブルで、それはもうね、付き物でね、はい、それしてくれたらこうですね。これです。これはもう私のどっから出しますかね。ということで、そうですね、まあ、特大キャンペーンということで YouTube キャンペーンしますんで、ぜひ横須賀市このね佐原通える方来てください。ということで、じゃあ終わらせていただきます。皆さん、横須賀市の皆さん待ってます。浜っ子、あ、浜じゃ、それ横浜だ横須賀